おはようございます。あー眠い。しっかり FC 琉球のマスクつけていきます。さあ出発。家から新大阪駅に向けて出発。新大阪駅着いた。新大阪駅から新山口駅に向けて出発。エディオンスタジアム疑問符。新山口駅到着。レンタカーを借りて維新未来フスタジアムに行った。試合開始2時間半前なのにめっちゃ人いる。カムサハムニダ。パイ生地タイ焼きうますぎた。ゴールキーパーウォーミングアップ開始。フィールドプレイヤーウォーミングアップ開始。選手入場。前半21分にレノファ山口のお月選手に先制されると、前半35分には FC 琉球清武選手の高精度なコーナーキックからアベンゼマがうまく左足で合わせて見事ゴールイン。後半立ち上がり早々レノファ山口大月選手に追加点を決められ勝ち越されると、後半70分には FC 琉球福村選手のクロスが山口の選手のオンゴールを誘い2対2の同点になる。琉球は勢いのまま75分に FC 琉球野田選手が勝ち越しゴールを決めて試合終了。見事琉球が逆転勝利という形で今シーズン初勝利を飾りました。帰りにいちごジェラート買った。ホテルに向かいまーす。部屋に着いたのはいいけど、電気のスイッチが見つからずめっちゃ探し回った。爆笑。夕飯はバリそば食べた。ホテルに戻って温泉だ。疲れたのでもう寝る。帰るまでの2日間は観光します。山口宇部空港を見に来た。飛行機が1台も駐機してなかった。元の隅神社見に行った。角島をお箸も見に行った。ふぐ鍋と瓦そば食べた。あとチキンごぼう的なやつも食べた。秋吉台も行きました。秋吉堂も行きました。錦帯橋も行きました。山賊村でいろいろ食べました。最終日は瑠璃光寺行きました。さあ新幹線で帰るぞ。昼飯。
琉球が今シーズン初勝利してくれてよかった。まだまだ試合は続くので、サポーター、選手、スタッフ一心となって戦い抜いてほしいですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いします。また次の動画で会いましょう。